島の天文館を朝出発としまして、そして熊本から佐賀、福岡、そしてゴールのこの公園に昨日の夕方到着をいたしました。仙台原発の1号機の再稼働阻止に向けて、なんとかもっともっとアピールをしたいということから、この311キロリレーデモは始まりました。当初はですね、本当にできるんだろうか、どれくらいの人が集まってくれるんだろうかという不安が、大変あったんですけれども、やはりやってみるに越したことないと、やっぱりやればみんなちゃんと、答えてくれるんだということが分かりました。後で団長の方から発表があると思いますが、私がちょっと数えただけで、大体ですね、デモを歩いてくれた方が、延べ300人ぐらいだと思います。そんな方々がですね、各地でちょっとだけ私は歩かせてもらいますとか、途中から参加しましたとかですね、車で、子供連れでちょっと車で、ついていきますとか、いろんな方がいました。そして、行く先々でですね、激励だけじゃなくて、寒波や、今日も寒波ばかりありますので飲み物、食べ物、もういろんなものを差し入れもいただきまして、大いに元気をいただきました。そうですね、24日からですかね、関西からの学生さんたちが、5名ほど参加していただきまして、その若さのパワーをもらってですね、おじさんたちもそこでまたもう一度元気を振り起こしてというようなこともありまして、今日までやってこられました。で、今日は暑い中にもかかわらずたくさんの方が参加いただきましてありがとうございます。それでは主催者の、今回 の, リあの311キロリレーの、団長の方から皆さんに、副団長の平の方からご挨拶をいただきたいと思います。この間の権威もちょっと触れていただければと思います。お集まりの皆さん、こんにちは。ただいま紹介いただきました平です。私は、鹿児島から、仙台まで歩きまして、そして間ちょっと仕事の関係で出られませんでしたが、それ以降八女から、昨日まで、ずっと歩き続けてまいりました。そういう中でですね、思いましたのは、それぞれ の, 地域の方々が、原発を本当に、動かさないでくれということでですね、ずっとこの間運動を続けてらっしゃいました。そういう方々と一緒にですね、交流会を設けたり、あるいは少しでも一緒に歩きたいというふうなことで一緒に歩いていただいて、本当にこれまでの頑張っていただいた方々との交流が、かなり進んでですね、非常に良かったんではないかなというふうに思っています。後ほど団長の方からまた、ご説明がありますけれども、そもそも今回のリレーデモは本日のこれから行います、宮殿との交渉の前哨戦としてですね、企画いたしました。宮殿は今でもそうですが、私たちがいくら言っても聞く耳を持たないという態度に終始しています。それだったらということで、私たちは、体でやはり、原発再稼働阻止というものを表現したいということもありまして、この311キロデモ行進というのを企画し、そして実行してまいりました。おかげさまで天気にも恵まれまして、たくさんの方々の支援をいただきながら、今日まで歩き続けることができました。沿道では車の中から手を振っていただいたり、あるいは、車に駆け寄って来られて直接寒波をいただいたり、そういうようなことでですね、思いにもかけないいろんな出来事がありまして、非常に勇気づけられました。そういう意味では沿道の方々のそういう思いも一緒に今日宮殿の交渉に、持っていきたいというふうに考えています。今日は、集会が終わりまして、集まられた
表に入りますと、九電は5時までというふうに言ってますが、しかし私たちは、そう何度もこの気持ちを九電に持ち込むことはできません。そういう意味では、今日できる限り我々としては頑張って、九電が本当にあの私たちの声を少しでも取り上げるよう、そういうふうな思いで交渉を進めてまいりたいというふうに考えています。ですからぜひあの本日、何時ということで限れないか、区切れないかもしれませんが、ぜひ時間の許す限りお付き合いいただいて、皆さん方と一緒にこの九電の態度を崩していきたいというふうに考えています。本当にあの再稼働が目の前に迫っている状況であります。皆さんあの気持ちを一つにして今日一日一緒に頑張ってまいりたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではあの九州の各県から あるいはですね仙台の伊方原発関係、あ、ごめんなさい、あのもう頭の中がちゃんぽになっております。あの別にお家を狙ったわけではありませんので、はい、あの愛媛の伊方原発ですね。じゃあ、今言い出しっぺで井出さんの方から、はい、いや、はい、お願いします。皆さんこんにちは。伊方原発は四国からやってまいりました原発サウナ四国ネットワークの井出と言います。まあ、あの先日伊方もあの審査書案が合格になりまして、仙台原発に続いて2番手の再稼働が狙われております。しかしながらこの伊方の再稼働も仙台の再稼働も同じく、この再稼働の嵐と呼ばれる戦いの先陣または2番手ということであって、あの一つの戦いの流れの中にあるということで、伊方の戦いだけに終始するのではなく、まず仙台原発再稼働を阻止することによってこの再稼働の嵐を食い止めていきたい、その思いで毎回必ずできるだけ仙台の再稼働反対の戦いに合流させていただいております。まああの規制委員会は100万年に一度起こるか起こらないかというそのリスク論でもって、あの原発の深刻事故はそんなに起こらないんだと言いたいんでしょうけども、この50年間で福島を含めて3度深刻な過酷事故を起こしていることを考えたときに、この30年以内にほぼ 70% の可能性でもって南海トラフの巨大地震が起こると言われています。もしここで仙台原発の再稼働を許し、続いて伊方並びに玄海その他の再稼働を許してしまえば、必ずまた深刻な過酷事故は近い将来起こると断言しても差し支えないと思います。安倍首相の言うような世界一の安全基準だとかいう、そういう言っているだけの言うだけの話ではなくて、こちらの方はほぼ断言しても構わないというぐらい高確率で起こるというふうに、ちょっと話がおかしくなりましたけれども、いずれにしろこの原発再稼働の戦いは私たちの命、そして未来に続く全ての命のかけがえのないふるさとを守る戦いです。いわば利益が経済ではなくて命と原発、そういうまとまりが書けましたけれども、そういう2つ用意してたんですけど、ちょっとあの上がりましたね、たくさんです。まあ、いずれにしろ全ての命を守るための戦いです。どうしてもここで負けることはできません。許す、再稼働を許すことはできません。それこそこの地球20億年の生命の歴史をかけたこの戦いに全ての力を投入し、共に戦いましょう。
がとうございました。司会をしている私はですね、3年前からこの、地元に帰ってやってますので、大変失礼なんですけど、皆さんの団体の名前と顔とが一致しませんので、自国申告でご挨拶をいただきたいと思います。短めでそれぞれたくさんの方に喋ってもらいたいと思いますので、じゃあ鳥原さんの方から。皆さんこんにちは。仙台原発現地、薩摩仙台市から参りました。仙台原発反対、仙台原発建設反対、連絡協議会の鳥原と申します。今ここに集まっている人たち、本当に心を一つにして仙台原発再稼働を止めたいという、その一点で集まってくださった。本当にそれ嬉しいことです。まあ、仙台原発を再稼働してしまうと、ずるずるっともう日本中が原発また再稼働になってしまうということで、もう本当に私たち心を引き締めて再稼働止めたい、そういう思いです。皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。どうぞ。次々時間があまりないので、はい。皆さんこんにちは。すべての原発今すぐなくそう、全国会議、弱小なでん福岡の、タミヤです。今日はとってもお天気も良くて、リレーでも私ほんの少ししか、参加できていませんでしたけれども、本当にたくさんの人たちが原発をなくしたい、再稼働させたくないと集まっていることに心が震えます。一緒に今日一日戦っていきたいと思っております。原稿も用意しておりますので、後ほどまたたくさんの人たちに、アピールしたいなと思っております。今日一日一緒に頑張りましょう。はい、お次の方。お疲れ様です。東京から来ました木村と申します。再稼働阻止全国ネットワークです。今日の行動の団長である岩下さんは、私たち再稼働阻止全国ネットワークから、去年の4月に派遣されてずっといる、仙台の家にいる人です。私たちも東京でも、そして伊方、今こちらにもいますけど、八木さんが来てますけど、伊方の家も設けまして、再稼働を阻止しようとしています。で、先ほど井出さんがすでに伊方も通ったって言いましたけど、あれは大間違いです。通ったのは設置変更について認可が下りただけです。で、大きくは3通りあるんですね。設置変更、設計段階、それから工事計画、そして最後に、使用前検査、大きくその3通りがある。そのうち その、工事計画についてはまだどれも通っていません。それで仙台だけは今2つとも通っていまして、で1号機が3月18日に認可が下りたんですね。で、それに対して先ほど話された鳥原さんと 北岡さんと私たち再稼働阻止全国ネットワークの仲間で異議申し立てをしました。そしてそのことが今日規制委員会の定例会議で一応議題として上がって、これ異議申し立て出たからこれを討議するぞっていう話になりました。こういった取り組みをしてます。共に歩いて、そして今日は宮殿を攻めたいと思います。頑張りましょう。ありがとうございました。私たちは大阪から来ました、四つ葉連絡会と北摂反戦民主政治連盟というのを代表しております。私たちは昨年の全国集会の時にも仙台原発再稼働阻止のキャラバンを行ってきました。大阪から仙台まで、私たちは原発 の地域を回って、再稼働を反対の声を上げてきました。今回も仙台原発の再稼働、これをまず阻止しなければならないし、私たちの監査においても高浜多いというのを抱えております。共に最後まで再稼働を絶対許さないということで共に戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、続いてまだ時間ありますので、どうぞアピールしたい方お願いします。
か。あ、江田さん、江田さんご指名ですよ、仙台テント。変な話しますけど、フ
ランス革命の時に法人っていうあの概念が発明されました。それはね、あの100億円の資本金を持ってる会社であろうが一人の個人であろうが法的権利を持つ主体って概念なんですよ。法人としては対等、やつらとこうあのまさに宮殿対私っていう形であの対等に渡り合える、そういう概念がフランス革命の中で生み出されました。民主主義、民主主義っていうのはこのことでもあります。やつらと我々は対等だと、ちゃんと我々の前に出てきて一人一人に対して説明をしろっていう、そういう要求をこの間11万筆集めた署名運動の中でやってますよね。それはまさに民主主義の要求であり、そして原発は民主主義に反するものだと、そういうことをね、私たちは改めて考えてみる必要があると思います。今日はひしこいて頑張りましょう。やつらは金がある、人もある、でっかいビルもある。私たちにはこの体一つしかないわけなんですけど、体張って戦いましょう。この体をまずこの1時間のデモで福岡の人々に見てもらいましょう。本気だぞと、やる気だぞと、止めるぞと、その意気でデモ頑張りましょう。どうもありがとうございました。それではですね、もうちょっと時間がありますが、1時から、デモ出発したいと思いますので、それぞれ、宣伝会の後にですね、隊列を作って、一応デモの式の方は先ほど冒頭でご挨拶をしました、平副団長の方がデモ式をやりますので、よろしくお願いします。本日のデモ行進は事前に、警察への、届け出も出してあります。そしてこの道路を向こうの交差点まで歩いて、そして、宣伝カーが先導していきますので、それについて、歩道の方を歩いていただく形、歩道が広ければ歩道の方を歩いていただく形になりますので、整然とお願いしたいというふうに思います。隊列は、2列もしくは3列で、行進をお願いしたいというふうに思います。交通量も多いですので、危険のないようにぜひよろしくお願いしたいと思います。それから上り旗の方は通行の方々の迷惑にならないように、ご配慮いただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。それでは先頭の方、先頭は、それぞれ、仙台と、それからせっかくですから東京からお見えなんで、先頭に行っていただいていいですか。先頭の方は、仙台の方と、それから、伊方の方と東京の方、どこからも見えですので、その方々を先頭にして、そしてその後に一応、隊列を組んでいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。それではこちらから出ますので、先頭をこちらにしてずっと並んでいただけますでしょうか。よろしくお願いします。こちらが先頭になりますから、こっち来てるので、あと並んでいただければ結構ですので、よろしくお願いします。あ、どうも、どうも。プラカードを持ってない方10枚ありますので、よかったら、はい、目立ちますので、プラカードを持ってらっしゃらない方はこちらにもあるそうですから、もらってください。上りをできるだけ持ってください。はい、上りをお持ちください。はい、
これまた、うわお疲れ様です。何だこれ。もう、かゆくてかゆくて、書いてました。ちょっとお金制限貸して車を出すのになんか俺5000円しかないじゃん。昨日のあれで3500円で制限ない。起こしてはならないものです。その委員長が安全とは申し上げませんと言っているのです。